今回はフェアウェイウッドでのアプローチということです。はい、私フェアウェイウッドでアプローチってほとんどしないんですけれども、はい、どういう時に使うんですかね。基本的にはウェッジよりもソールが平ら でパターよりもロフトの角度が寝ている状態なので、はい、まあボールを拾いやすい、うん、ちょっとこうエッジから、まあ、今こういう状態なんですけど、はい、この境目ですよね、はい、このパターを使うのか迷いますね。ウェッジを使うのかっていう、うん、ちょっとこう中途半端なライですね、はい、で平らな分だけ芝生がこう抑えられます、はい、ソールが平らな分ですね、はい、でロフトが寝ている分だけエッジをこうポンポンポンと乗り越えて、うん、キャリーが出るのでグリーンまでしっかりボールが落ちて転がっていってくれる、はい、障害物をちょっと超えていってあげると、はい、あとは反発パターよりも素材が反発こう飛ぶものなのでストロークが小さくて、うん、パターだとこれだけ長いと結構振らなきゃそういけないんですけど、うん、しっかり反発してくれるのでストロークは小さくて済みます。やっぱ小さい方がいいですよね。そうですね、ミート率が高いですよね。そうですよね、しっかり芯に当たってしっかりボールが思ったように飛んでくれますので、はい、では、はい、そのポイントは、ポイントですね、はい、ポイントは長いので、はい、短く持ちます。はい、一つ目短く持つんですね、はい、短く持ちます、はい、二つ目は短く持ってアプローチのアドレスを2つ目はします。アプローチのアドレス、はい、はい、3つ目は何でしょう。3つ目はアプローチのアドレスをしながらパターのストローク。なるほど、はい、分かりました。そうですね、まあ、パターのストロークはボールをそんなに強く打つ必要がないので、はい、スタンス前のも飛ばないため、はい、短く持つのも、まあ、長いっていうのはあるんですけど飛ばないため、はい、しっかり反発して飛んでくれますので、はい、はい、はい、1つ目は短く持つ、はい、2つ目はアプローチのアドレス、はい、3つ目はパターのストロークでいいですか。はい、そうですね、はい、分かりました。じゃあ実際やってみましょう。はい、お願いします。はい、短く持ちます。はい、短く持ってアプローチのアドレスでパターのストローク。なんか簡単そうですね、うん、全然アプローチなんかより、はい、そうです、ミスが少ないです。分かりました。じゃあ実際、はい、やってみましょうか、はいはい、こういう時ですね。そうですね、そういう時ですね。短く、はい、ちょっと強い、うん、あ、ちょっと強い、うんうん、ちょっと強いから、ね、本当に短い、そう、ちょっと強いんで、まあ、ストロークは本当に、うん、でも小さくて簡単ですね、本当にあそこまでの距離行くのに簡単なんです。すごい簡単、ちょっと振るだけで行ってくれるんで、はい、はい、分かりました。そうですね、まあ、あとはやっぱりこうライの悪いこれからの時期、まあ、冬の時期ですよね、にかけてちょっと今の間に覚えておいてあげると、はい、いやこのライ嫌だなっていう時、薄いな、ちょっとなんかウェッジちゃっくりしそうだなっていう時にありますよね。そう、使っていきますので、はい、今の間にちょっと練習してやっていておけると、はい、いいですね。 ETGA 海地正弘の5分でわかるショートゲーム講座 with 板倉ゆきの。番組をご覧の皆様にプレゼントがございます。 ETGA 公式カリキュラム DVD を抽選でプレゼントしたいと思います。この後私が出題するモノマネクイズの答えをハガキに書いてお送りください。詳しくはこちら、こちらご応募待ってます。待ってます。この辺でね、みんなに
のメンバー紹介をしたいと思います。